こんにちは、リップスおもれ参道店の名倉です。今回はこちらの無造作スタイリングをしていくのですが、僕がスタイリング前に必ず使っているもの、こちらのリップスのメンズヘアオイルを紹介していきながらスタイリングしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、濡らしてきました。僕がいつもスタイリング前につけているのがこちらのリップスのメンズヘアオイルです。こちらのオイル、いくつか特徴があります。まず、被膜効果があり、熱ダメージから髪の毛を保護してくれるという効果があります。2つ目が、ライトな付け心地で、スタイリングの邪魔にはなりません。3つ目、まとまりやすく、スタイリングの効率が上がります。4つ目、グリーンアップルとローズのいい香りがします。こちらのメンズヘアオイル、僕もプライベートで重宝しているものなので、ぜひ使ってみてください。使い方は、ドライの前にこの濡れた状態でだいたい2プッシュくらいつけます。手に伸ばしてまんべんなく髪の毛になじませていきます。そしたらドライをしていきます。ドライが終わりました。リップスのメンズヘアオイルを使うと、僕のようなダメージモードでもこのようにまとまりのある髪の毛ができます。今からリップスの L14 フリーハードワックスを使って無造作にセットしていきたいと思います。だいたい取る量は全体でこのくらい取ります。しっかり手のひらに伸ばしてまんべんなく髪の毛になじませていきます。前髪は最後につけるので前髪以外に全体になじませていきます。前髪以外になじませることができたら握って無造作感を出します。そうすると手にワックスがほとんどなくなるので、そしたら前髪にもつけます。前髪にもつけたら下から優しく振り下ろしていきます。放射状に振り下ろした状態で、ある程度このくらいの無造作な乱れた感じができていれば土台は完成です。ここからシルエットと内側の束感を整えていきます。握ってあげていることで髪の毛が動きやすくなっているので、こういう外羽も簡単に作りやすくなっています。そしたら、こちらのセンターラインにボリューム感は絶対に欲しいので指を入れて立ち上げていきます。はい、ここまでできたらあとはもう自分好みに整えるだけです。はい、僕の無造作スタイリングが完成しました。アイロンなしでも握るだけである程度動きをつけることができるので、ぜひ試してみてください。無造作スタイリングをする上で必ず土台の髪の毛が大切になってきます。その時にリップスのメンズホイール、こちらがないとスタイリングが結構難しくなってしまいますので、必ず使ってあげてください。